はい、一発撮りです。こんばんは。こんばんは、ギタリストの竹下敦です。すごい良い音だったでしょ。ギターの弦っていうのは基本的に古くなると交換するんですよ。で、なぜ交換するかというと、弦がいわゆる音というのは一般的に言われる制限波と言われる、こういう、それはこういうふうに八の字になっていくわけです。その空気を乱すわけですね、ある意味。空気の中で音という波形が出るわけです。例えば、これが、だと、あまり人の心に響かないので、私たちギタリストや音楽家、みんな、鼻歌でもそうです。これ、ビブラートというのを書きます。あーみたいなもんですね。なぜこれが必要かというと、揺らぎなんです。電車なんかに乗ってると心地よくて寝ちゃいますよね。ガタンゴトン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 、一定のようでいて微妙にシンコペーションしてるんです。タッツッタツタタッタタッツッタタツカタタッツッタツタタタタツカタツタタタ、こういうある意味変則的なリズム、ワンパターンでないリズムをね、刻まれると人間というのはね、眠ってしまうんですよ。子守唄なんかそうですね。お子さんがね、泣き止まないっていう、困っているお父さんお母さんいると思うんですけど、それはね、寝かし方が下手なんです。本を読んだりね、歌を歌ったりしてあげるときに、子供が機嫌が良くなるような歌をちょっと歌ってあげたり、そういうことができればね、子供っていうのはいとも簡単に眠るんですよ。だからね、子供が悪いんじゃないです。自分を反省することがまず第一。でね、一つ面白いのは、古い弦というのは正しい制限波を描かないんです。これなぜかというと、弦が古くなると、弦の振動をね、ブーン、今聞こえます、ブーン、